リーだと、ようちゃんですよ。おかしい、どうしたんだ、どうしたんだ。今日はなんだか興奮しております。まあ、北海道弁でいうとこのおだってるっていう状態なんですけれども、あの日高のビラ取り町にやってまいりました。なんでようちゃんやってきたかと言いますと、ここでアドベンチャートラベルを体験しようっていうことなんですよ。アドベンチャートラベル、一体何なんでしょうか。行ってみよう。皆さんご存知ですか？今年の9月11日からアドベンチャートラベルワールドサミットっていうイベントが北海道で開かれるんです。アジア、オセアニア地域で開催されるのは初めてのことなんですよ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、これはね。で、アドベンチャートラベルっていうのは一般的にアクティビティ、自然、異文化体験、この3つの要素のうち2つ以上を組み合わせた旅行形態のこと。今日はアイヌ文化と関わりの深いここビラトリ町で北海道観光大使のようちゃんがアドベンチャートラベルを楽しんじゃいます。さあ参りましょう。まず最初にご紹介するのはイザベラバードのフットパス体験です。あ、いらっしゃいました。これビブスって言うんですか。あー、ほらほらほら、イザベラバードの道をたどる会の平村哲郎事務局長です。はじめまして。はじめまして、こんにちは。よろしくお願いいたします。さあ、それではイザベラバードさん、どういった方なのか教えていただけますか。イギリス人の女性旅行探検家というような表現されています。今から145年前ですけれども、日本江戸に降り立ちまして、陸路を歩いて移動して、で、まあ、あの海は船で渡りましたけれども、函館からビラトリまで、今から145年前、徒歩と馬などを使って、旅をして、そしてそのイギリスに帰った1880年2年後に、日本奥地機構という著述で、日本を世界に紹介したという女性です。はあ、ということは日高町にとってもビラトリ町にとっても大切な方ですね。だと思いますね。で、そのフットパス体験っていうのは彼女がたどった道を現代人の我々もたどってみようってことなんですけど、何キロぐらいあるんですか。バードの歩いた道、猿川流域圏として、ここ日高町富川の郷土資料館からですね、ビラトリ町の義経神社まで15キロのフットパスコースを設定しています。あるね、結構ね。パッと来てパッと帰れるなんていうんじゃないんですね。そう、わかります、わかります、わかります。出発することにいたします。こっちですか。こちらです。あ、こちら、はい、全然分かってない、すいません。はい、あ、こうやって一歩ずつ歩きながら、はい、で、聞けばあのバードがこの川を渡ったっていうのは、この真偽のほどは、バードは、丸木船に乗って、左岸側から右岸側に渡ったと、これを日本奥地機構に著述しています。残ってるんですね。はい、はい、事務局長は歩いてまいりましたけれども、これまっすぐ行くんですか。こちらの森の小道へ曲がりましょう。森の小道、あ、日陰だからこれは涼しいかもしれないですね。そうですね。バードがそう思ったかどうか分かりませんけど、いや、夏の光がこう木と木の間からこう差し込んできていいですね、この道。
いいですね。今まではどちらかというと日差しの強いところを歩きましたけど、ね、ほっとこう涼しい心が和みますね。そうですね。こういうなんだろうアクセントがあると歩いててもね、はい、もうちょっとだから頑張ろうという気になれますよね。ありがとうございます。イザベラバードの道をたどる会、これから目指すものって何ですか？そうですね、会の発足前後には例えば町民の方々もこのバードという人がビラ取りを終着地として、旅をしたと、そういう事実を知らない方が多かったです。地元の方でもね。そうです。今はバード認知度高まりましたけれども、そしてバードが日本を旅したその記述書いてる中身というのは非常に興味深い。西洋の視点から見た日本、それから北海道、そしてこの猿川流域ということですので、多くの方、北海道民の方、それから道外の方々にこれからも広くバードの足跡を知ってもらいたいというのがバードの会の願いです。はい、続いてはですね、イオロアイヌ文化ガイドというプログラムを体験させていただきます。ご紹介させていただきましょう。アイヌ文化振興公社の門別敦さん、こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこちらが木村美咲さんです。どうぞよろしくお願いいたします。もう木村と名のつく人に悪い人いません、はい、ね、どうぞよろしくお願いいたします。笑ってる笑ってる。イオロというのは、アイヌが熊や鹿を取ったり、あと山菜取ったり、木の、ね、取ったりするようなアイヌが生活で必要なものを取るところ、そういうのをイオロと呼ばれたんですよね。そして首の後ろのところにチョンですね。それからですね、ちゃんと見てましたよ。これいただくんですよ。はい、合ってますよね。はい、そうです、いただきます。1回そのまま飲んで大丈夫です。あ、そんな3回いらなかったんですか？はい、飲んだ。口をちょっとつけてで、はい、そこでここで1回、ここで3回ですね。2回3回なんだろう、これは何だと思いますか？何でしょう。アイヌの方が使っていたテントのようなもの。あー、素晴らしい。本当ですか？そんな感じのものです。テントみたいなものになりますね。こういうの使ってらっしゃったんですか？そう、昔はね、やっぱり車とかないんで、狩猟とか出かけると山奥とか入ったりすると一晩で帰ってこれないとかになるんで、こういう簡単なものを使って寝泊まりとかしたり休憩したりとかしていたものになるんですよね。すごい？すごい。当てちゃったね。ね。これ なんて言うんですか？これはクチャチセと呼ばれています。チセね。あ、クチャチセ。涼しいというよりも、ちょっと若干隙間ありますけれども、これは寒いのをしのぐのにはもってこいですね。それは感じる。あ、いたあれを。あ、獲物いますよ。いや、え、あっちだ撃ってた。獲物に逃げちゃえよ。死だよ。いっちゃいますよ。鹿を狙う前に美咲さんのハートを狙いたいんですけど、このジジイ気持ち悪いって感じでしょ。なんかこのジジイ気持ち、じゃあ行きますよね。はい、僕たちに代々使われてきたものもね、やっぱりね、どのようなものだったかっていうのも知りたいし、これからも伝承して
なくしていきたくないし、そうですね、受け継ぐっていうことの大切さっていうかね、まあ、私は素人ですから偉そうなと言えませんけれども、そう先人たちがねやっていたことを真似るっていうね、真似るから学ぶってよく言いますからね、で私は言ったんじゃないですよ、ご存知だと思いますけれども、ビラトリ町のアイヌ文化振興公社は今どういう取り組みをなさってるのかなっていうのを伺いたいですね。私たちはですね、アイヌの、人たちが中心となって森作りをしてます。例えば、うん、このように、うん、苗をですね山に植えてるんですけども、うん、木から種を取ってそれを苗にして、こういうふうに山にアイヌが使ってきた木ですね、うん、おひょうだとかくるみだとかかつらだとか、うん、まあ、紅葉樹を植えています。いやでも考えてみたら、森を守るっていうことは我々だってやろうと思えばできるんですもんね、うん、お話伺っててそう思いました。アイヌだからとかっていうわけじゃなくて、うん、やっぱり地球に住んでる人たちみんなですね、うん、自然環境について一緒に考えていこうっていう、うん、そういう案内になればいいかなと思って今日お話いろいろさせていただきました、ね、大勢の方に来ていただきたいですね。次世代を担うっていうか、もう学生さんたちもね、参加されてるようですから増えればいいですね。はい、ねー、さあ続いてはアイヌ文化の象徴でもあるアイヌ文様をググッと身近に感じることができる体験をさせてもらえるんだそうですよ。こちらでお邪魔しましょう。おお、こんにちは。あー、どうもこんにちは。すいません、段取り間違っちゃった。あ、ごめんなさいね。うわー、あなたですか。ビラトリ町のキャラクターのビラッキーです。はじめまして。ビラトリ町の黒豚、それから角、あ、これはビラトリ牛、有名ですよね。で、食べ過ぎちゃったから、美味しすぎて食べ過ぎちゃったからちょっとふっくらしてるということなんですね。これうなずけますね。それからね、あまり見せることはないそうですけど、後ろこれもう一目瞭然、尻尾がスズランになってる。おすごいですよ。これ鈴もついてるということで、ビラトリはスズランの群生地っていうことで、私もお邪魔したことありますけれどもね、綺麗ですもんね。ウレシッパっていうのはどういう意味なんですか。はい、そうですね、まあ、これで説明させていただくと、ありがとうございます。これはですね、うん、うちの施設の、役割を示しているものなんですよ。3つあるってことですね。そうですね、はい、まずは、ウレシッパってじゃあ何なのかっていうことを、うんうん、言いますと、ウレシッパのウはですね、お互いにっていう意味ですね。で、レシッパは、ね、育て合う、まあ、育てるとかそういう意味ですね。アイヌ語で。そうです、そうです。でつまり、まあ、育て合うっていう意味なんですね。まあ、つまり匠が若い人に教える、まあ教えることで、匠自身も、まあ、刺激を受けて、まあ、お互いに育て合ってるような関係性を保ってるみたいな、そういうイメージです。そういう場ってそういう場大切ですよ ね、 そうですね。施設長、今回お願いした動画、はい、これなんていうタイトルかご存知ですか。木村洋二の YouTube チャンネルじゃないですか。ものすごい違うんですけど。全然違ういや全然違わない、全然違わない。木村洋二チャンネルです。あ、
って、そうです。でもそっちの方がいいですね。木村洋二の YouTube チャンネル、その方が分かりやすいですよね。でも、まあ、一応木村洋二チャンネルでお願いします。あ、これは嬉しいよ、これは嬉しいよ、これは。俺が間違えてたんだよ。できました。これやっぱりね、動画で撮りましたけど、やっぱりあの雪上と私ね、あの木村洋二も頼みに来た的なので、ちょっと1枚撮っといた方がいいんだよ。よくあるでしょ、あのドライブインとかにね、木村洋二さんも頼みに来ましたみたいな、いいですよね。はい、じゃあ役場の方も先生、はい、施設長と木村洋二さんっていうね、よく食堂もなんかにもあるじゃないですか。ありますよ、大満足された木村洋二さんみたいな。うわー、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。すごい、これは嬉しいわ。どうですか、アドベンチャートラベル、あんまりこう難しく考えずにフラッと皆さんも旅してみることをお勧めします。以上、よーちゃんでした。興奮しております。北海道弁でいうとこの踊っております。綺麗な空、よかった。雨が降ったらやめようと思ってました。